グルテンフリーってなんでみんなあんな好きなんですか。ホップと麦芽以外で作られてるビールはまがいものだみたいな、うん、白米じゃなくて五穀米を食べましょう。え、食べる食べる食べる。白い砂糖じゃなくて黒砂糖にしましょう。捨てる捨てる捨てる。だから先生使ってるからだよみたいな。もう天然だったらいくら取っても大丈夫なんだよみたいな。日本ってゼロリスク信仰ってのがあって、少量だったら全く問題ないのに発がん性があるとか、死ぬとかっていう風になると、いっぱい取ったら死ぬんだったら一個も取らない方がいいみたいな、あの極端なあの発想になっちゃうんですけど、塩皆さん取りますよね。でも塩って食べ過ぎたら死にますよね。それが全部のものに当てはめられるっていうだけの話なんですね。醤油とかも一瓶飲んだら死にます、ね、死にますね。ちなみにあの薬なんかは一瓶で致死量にならないように調整されてます。これ一瓶飲んでも死なない、だいたい一瓶飲んじゃうんですよ、オーバードーズする人って。だから絶対それ以上にならないように、でも醤油はもう途中で多分苦しくなると思うんで飲めないですね。飲めないですね。飲めないです。塩も一袋食べれないから。食べないですね。確かに一袋で致死量って言われたら怖くなりますけど、別に入れるのちょっとですって話です。そう、いやだから濃度って考え方があるん で、うんうん、でやっぱりその科学、化学の科学をちゃんと中学校で義務教育で教えてんだけど、うん、みんな耳が左から右にピューって抜けちゃうんですよ、うんうん、濃度って概念が多分理解できないんだと思います。だから大体そういう人って、無添加信仰の人って、福島第一原発の処理水のトリチウム濃度みたいなものがもう理解できないじゃないですか。理解できないですね。トリチウムって自然界にもいるんで、ゆうじさん、この添加物アンチみたいなの、これ減らす方法みたいなことってどう考えてますか。いやもうだからそういう人たちを煽って、矢面に立たせて、良くないよって言うしかないですね。僕はさっき言った通り、濃度とかの抽象的な概念が理解できないと思うんですけど、それはなんかやり方はあるかもしれない。僕はあの苦悶式をすごい批判してたりとかするんだけど、最近分かったことがあって、苦悶式って多分そういう人たちのためのトレーニングドリルなんじゃないかと思って。だからなんか無理やり体で覚えさせるみたいな。だから昔の職人さんも同じで、うん、同じ作業をずっとやらせてたら、うん、これがどういうメカニズムで、うん、こう例えば分かんないけど寿司屋に10年修行するやつはバカだって俺は言ったでしょ、うん、それで大炎上したわけですよ10年前に、うん、そしたら最近も YouTube で寿司学んで寿司屋作ってるやつとかも出てくるぐらい、うん、今もうセンスがあって頭いいやつってすぐもう覚えて自分で作業するようになるわけですよ、うん、だけど容量悪い人ってやっぱいるじゃないですか、うん、そういう人たちって親方がやってる仕事を完コピしてそのままやるんですよ、うん、だから親方も自分の仕事じゃないことをやってたら怒るんですよ、うん、お前なんか勝手なことやってんじゃねえよみたいな、うん、それは実は料理って科学じゃないですか、はいはいはい、うん、科学を理解してないから体で覚えてるわけじゃないですか、うん、あ、教えられた仕事だけを守ってやっていってれば、うん、ちゃんとした寿司屋で一生食っていきますよっていうシステムだと思うんですけど、うん、だからなんか体で覚えてもらうしかないなって俺は思いますね。まあでもなんか僕は話題に取り上げるのが一番いいのかなっていうふうには思いますけどね、とりあえずは。まあでも確かにおいしんぼはそうだったからね、うん、おいしんぼはバズった漫画ということで、うん、おいしんぼに書かれてること僕もやっぱ信じてました。うん、確かに確かに、うん、俺だってスーパードライは悪いビールだと思ってましたからね、エビスを飲まなきゃと思ってましたからね。ホップと麦芽以外で作られてるビールはまがいものだみたいな、うん、なんだコーンスターチってみたいなことをすごい言ってたから悪いことしてんのかなと思って。まあ、でもそれはもうちゃんとあのこれこれこうでこうなんだよっていうのを発信していくのが非常に大事なのかなと。あのね料理研究家がねやんなかったぞこれ。まあそうですよね。そう、あの味の素振るとめちゃめちゃ批判されたから、批判されるから、料理研究家の中では味の素を使う人ってのはほぼいないんですよね。今もほぼいないんですよ。なんでかっていうと、やっぱり今までついてきた人が味の素使い出したみたいな感じになっちゃうから。じゃああれだ、うん、おいしんぼに対抗する漫画を作ればいいんだ。ああそうですね。龍神ぼ。龍神ぼ。やっぱね、おいしんぼになんか言うみたいな、うん、ちょっと違うんだけど、うん、ブラックジャックに対してブラックジャックによろしくって漫画あったじゃないですか。そんなノリで、はあはあはあ、ぜひ龍二さんと堀江さんで。面白いですね。いや面白いですよ、うん、徹底的にあの
美味しんぼの味の素批判会とかを検証してみるみたいな、うんうん、機能性表示食品などがもう市場が急拡大ということで、まあ、こういった健康食品のこれ信頼性のところについてあのお話ししていきたいと思うんですけども、リュウジさんまずはこれいかがでしょうかね。こちらあんま興味ないな。あ、俺いつ死んでもいいと思ってるから。あのグルテンフリーってなんでみんなあんな好きなんですか。いや、わかんないです。僕の友達もなんかグルテンフリーのうまいパスタ知らないみたいな感じで言ってきたんで、おお、なるほどみたいな、身近にいたみたいな、あらあらあらみたいな。でもなんかそこで必死に否定するのも嫌だから、めんどくさいから、あー、なんかお米でできたパスタとかあるよとかって言っときましたけど。なんかこのグルテンフリーってお肌が綺麗になるっていう話がすごい、なんか美容界隈、そうそう、同じこと言ってた、うん、美容界隈だと。俺でもグルテンめっちゃ取ってるけど肌は綺麗な方ですけどね。あのね、多分肌の綺麗さってどっちかっていうと肝機能なんで、あの吹き出物とかそういったものって基本だから、そうやって外に出てくるものってあの肝臓でちゃんと処理しきれないから出てくるんで、肝臓が強い人は肌も綺麗ですよ。あ、肝機能値を上げた方が。で、多分グルテンフリーって西洋から入ってきた概念なんですけど、そのグルテン不耐症の人っているんですよ。確かに結構 3% から 4% とか多分それぐらいいるんですよね、あの西洋人、日本人ほとんどいないんですよ。だから別にグルテンフリーにしてすごい健康になるっていう根拠は別にないですよ。そういう人に限って意外とうどんとか食ってたりとかするんですよ。ラーメンとかパンは体に悪いけどうどんは大丈夫みたいな。じゃああれですね、あのにわかオーガニックですね、それはね。なんかあの白米じゃなくて五穀米を食べましょう。食べる食べる食べる。白い砂糖じゃなくて黒砂糖にしましょう。してるしてるしてる。なんかいや意味ないよ。最近はさ、塩を使わないとかいうやつもいるじゃないですか。あ、塩抜き。塩抜きカレーみたいな。はいはいはい、はい。僕もそれ知り合いのシェフが作ってるんですけど、俺それもなんか SNS 上でお前何作ってんだよ。あとはなんかその精製塩はダメで天然塩だったらいいっていう人が、俺ね、その派閥がいるの知らなくて、なんかあのたまに僕減塩料理と やるんですよ実は。あの結構しょっぱいのやるんで、その帳尻合わせで塩そんな使わなくても美味しいですよってたまにやるんですよ。あの全部が全部じゃないんですけど、そうするとあの今まで身を潜めてた塩信者が、あの出てきて、減塩っていう風に入れるとすんごいきます。だから精製塩使ってるからだよみたいな、もう天然だったらいくら取っても大丈夫なんだよみたいな、みたいな、もう怖くて、こんな人いるのって恐ろしくなりましたね。精製されてる塩はミネラルがないから体に悪いみたいな、よくわかんないこと言い出して、じゃあミネラル入ってたらその塩分は帳消しになるのかっていう話。いくら僕は、ね、一通り戦ってきたんで